初球は打ち、いやツーシームから入ってきましたね。しかしちょっと高いですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。打ちました。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。打席には5番バッター森、ツーアウトになっています。最初は変化球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。胸元へ決めてきました。ストライクです。ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。さあこれからドラゴンズが守備につきます。そしてマウンド福留が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打った、高く上がった、ライトが追いかけますが頭を越えました。2塁へ送球する。さあそして打席には吉田が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。ドラゴンズピッチャーが変わります。一打先制の場面、初球打ち、高く上がったライトが入った、ホームラン。ピッチャー セーフティーバントでしょうか。バットには当たりませんでした。打った、大きな打球になった、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、ノーアウト。さあそしてバッターボックスには田村が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。さあそして打席には土井が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスで初球打ち、ここは打ち上げています。セカンドが構えます。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから。デッドボール、ガーッと当ててしまいました。デッドボール、あー完全にすっぽ抜けてますね。7番バッター山田、ホークスこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおもリードを広げるチャンスです。いやー西さん、やはり先ほどのホームランが効いてますかね。そう、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。塁が埋まりました、ツーアウト満塁です。さあそして打席には池山が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、まあここはつなぎました。三遊間前でワンバウンド、バックホームする、サードランナーホームイン、ホークス追加点を挙げました。3対0、リードを3点に広げました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。追加点を挙げています。